パトリック・ドベール賞は、毎年フランスあるいは、フランス語圏の映画界で将来有望な男優に、贈られる、映画賞である。ジャンギャバン賞として設立されたが、その廃止を受けて2008年に、パトリック・ドベール賞が創設された。創設当初から文化賞の講演を受けている。賞の名前は、フランスの有名俳優、パトリック・ドベールの名前から取られている。 ドベールはとりわけ1974年の作品、バルスーズで有名であり、1982年に推している。同賞に相当する女優賞としてロミー・シュナイダー賞があり、同時に受賞者が決まる。ジャンギャ・バン賞は、1981年から2006年まで、毎年フランスあるいは、フランス語圏の将来有望な俳優に授与された賞である。ルイ・ド・フュネスが、 ジャンギャバン小創設の発案者である。賞は、偉大なる俳優ジャンギャバンにオマージュを捧げて、命名されている。ジャンギャバン賞は、賞の主催者とジャンギャバンの遺族の間で同意が、成立せず廃止された。2008年より、パトリック・ドベール賞に改名された。ルーカス・フィロン、パデプリー・ジン・ギャバン EN ・ EN2008、ALLOCINE.FR。L o C I N e. 2020年1月8日、閲覧。メトロに乗って、パリ歴史散歩、ドイツ、ローラント、1975、高井、道夫、1948、高井、道夫、1948、新輸車。 ISBN 978から4から863916180。億86力8億2515万9813。https コロンスラッシュスラッシュ www.worldcat.org スラッシュ oclc スラッシュ825159813。カトリーヌ CD ジャーナル。artist.cdjournal.com 2020年3月22日へ閲覧。ありがとうございます。